皆さんこんにちは、ムーンです。スローンとマクヘルの謎のストーリー続きやっていこうと思います。結婚している男性に奥様のことを聞くと大抵は悪口を言い出します。でもよく聞いているとのろけになっていることが多いようです。まあ夫婦なんてそんなものなのでしょうが、この物語には恐ろしいほどに無頓着な妻が出てきます。ちょっと面白そう。はい、恐ろしいほどに、だからどれほどなんだろう。はい、では今回は73幕無頓着な妻という話です。ある晩、女が帰宅して明かりをつけると、夫が、いや、かつて夫だったものが床中に散らばっていた。妻はその場をほったらかしたままコーヒーを飲み、家事に取り掛かった。医者や警察を呼ぼうともしなかった。一体なぜ？何これ、もうなんかもうやめて、なんかさ、面白い話になりそうって言った私がバカだったじゃん。めっちゃ怖いやん。何これ、かつて夫だったものって何？夫だったものって何？これちょっと一個挟んでのさ、またホラーはちょっと答えますね、心に。女の夫は死んでいたんですか？はい。もう無頓着すぎるじゃ済まされないでしょう。めっちゃ怖い話やん。ここ気になる。殺したの？いいえ。あ、違うんだ。ちゃんと愛はあったのかな？はい。しかしそれを実感していたのはもう昔のことです。でもさ、私あのスローンとマクヘルス、このホラーテイストの話がまた、ね、このゲームの良さを引き立ててるような気がして怖いんだけど、でもやめられないんだよね。わかる方いるかな？ずっと見てくださってる方とか、同じような方いたら嬉しい、はい。女は家に帰る前から夫の死を認識していました。女からはなさそうかな、シークレットワード。あ、でも女死体女が死体をバラバラにしたんでしょうか？いいえ、違うんだね。女は家に一人だった。お、やった。はい。夫を失い同じ家にいるのはペットだけでした。ペットなんだろう。これ絶対にないのあるよね。トラワニ、クマ、サメ、犬、猫、どっちだろう。あ、猫か。私猫派なんだよね、断然。はい。女はとてもやんちゃな猫を飼っていました。女性は猫を飼ってると、明かりをつけると、夫が、いや、かつて夫だったものってなんだろう。本当、何これ、夫は朝から、何、不調だったって、なんか物みたいな関係ありません感じ。夫のありさまを見て女は悲しかった。いいえ。あら、夫からも出てきそうですね。ありさま、女、うんざり。おお、やった、また出てきた。はい。女は犯人に心当たりがありました。はい。じゃあ犯人とはなんだろう。犯人はペットの猫ちゃん。はい。お、かつて夫だったものをめちゃくちゃにしてしまいました。夫だったものってだから何なのって思うのよ、私は。
家事って何なの？家事、家事とは掃除のこと？はい。女は面倒くさそうにかつて夫だったものを片付けました。え、床中、夫だったもの、何、遺言残してたとかそういうのは違う気がする。夫死ぬ、自殺、放置、病死。あ、死因は寿命ではない。え、夫は死んだ後放置されていた。お、やった、ここで開いたね。いいえ。あら、亡くなってほどなくきちんとした葬式が行われました。はい、お葬式。葬式を行った場所は重要？関係ありません。私、その夫だったものが未だに分かんないな。でもこれも関係ないよね。あ、マジで。はい。取り行われたのはもう3年も前のことでした。葬式の後、夫は火葬されたんですかね。はい。その遺灰は彼がお気に入りだったリビングに置かれてます。あー、遺灰ね。そういうことか。そっかそっか。よし、じゃあちょっと回答いってみましょう。夫の死因は自殺、圧殺、爆死。え、ちょっと待って、まあ、ほんと待って、ちょっと待って、え、これ、あ、じゃあ病死なんだね。はい。そして病院に息を引き取りました。なるほど、わかったぞ。いや、今度こそ。はい、死因は病死。夫が死んだのはいつ頃だった？3年前だよね。夫は床上に散らばる直前どこにいた？壺の中かな。夫をこんなありさまにした犯人は猫かな。夫はどんな姿になっていた？灰になってましたね。あ、よし、やった。正しいようです。ふう。なんかさ、猫が遺灰をこぼしただけっていうのもなんだけどね、その話をさ、怖いテイストで書くとこんな風になるんだね。恐怖テイストってすごいな。かつて夫であったものはもう何年も前に生気を失ったかのように完全に干からびた状態で散らばっていた。そう、夫が死んだのは3年も前のこと。もちろんそのまま放置され続けたわけはなく、きちんと供養され夫の遺灰のみが部屋に置かれていた。それを猫が倒してしまったので床上に散らばってしまったのだ。一瞬ゾッとした妻だが、コーヒーを飲んで一息入れてから夫の遺灰を集めて壺に戻したというわけだ。はい、ちょっとね、怖い話なので実はそうではないんだけど、書き方によってすごい怖く感じるお話でした。すでに灰になっていたのですね。それにしても急いで片付けるくらいはしてほしいものです。そうだよね、ねえ、旦那さんだし、亡くなってしまったとはいえど。そしてこれから猫の前足が届かないところに置くべきでしょう。はい、じゃあ今回はここで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちら、サブスクライブと書いてあるところにリンクが貼ってありますので、そちらから登録をお願いいたします。スマートフォンもしくは携帯電話からご覧になっている方は
現在ご覧いただいているページにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらから登録をお願いいたします。これからも楽しい動画をバンバンアップしていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。